のネブラスカ州にある軍2000年時点の人人口ははで軍庁所在地はオーロララネブラスカ州のナンバープレートでハミルトン軍の車両は最初の数字が28になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、ハミルトン軍の車両登録台数が州内の軍の中で28番が目に多かったからである。 ハミルトン軍は1867年に組織され、初代アメリカ合衆国財務長官のアレクサンダー・ハミルトンにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1416平方キロメートルである。このうち1408平方キロメートルが陸地で、8平方キロメートルが川や湖などの水地域である。 総面積のうちの0.57%が水地域となっている。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、ハミルトン軍には9403人、3503世帯、及び2676家族が暮らしている。人口密度は7、平方キロメートルで3。 平方キロメートルの平均的な密度に3850件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人98.43%、黒人0.18%、先住民0.12%、アジア系0.22%、太平洋諸島系はおらず、その他の人種0.49%、および今月、根結0.56%で、 1.14%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。ハミルトン郡に住む3503世帯のうち37.30%は18歳未満の子供と暮らしており67.40%は夫婦で生活している5.90%は未婚の女性が世帯主であり23.60%は 家族以外の住人と同居している。21.10%は独居で、全世帯の10.10% 10は65歳以上の、独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.64人で、あり、家庭の場合は3.07人である。軍の住民は29.10%が18歳未満の、子供で。 18歳以上24歳以下が5.90%、25歳以上44歳以下が26.50%、45歳以上64歳以下が23.20%、及び65歳以上が15.30%となっている。平均年齢は38歳である。女性100人に対して男性は99.402に似て、18歳以上の 女性100人に対しては、男性は96.10人いる。軍の世帯ごとの平均収入は4277ベ米ドルで、家族ごとでは45,659米ドルである。男性の29,238米ドルに対して、女性は2308米ドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は17,590米ドルである。総人口の7.50%、家族の5.90%は貧困戦以下である。18歳未満の子供の9.80%及び65歳以上の5.40%は貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。